ガステルガチェは、大西洋のビスケ湾南部にある島。人工的に築かれた石橋によって、イベリア半島本土と結ばれている。島ではなく半島であるとされることもある。スペインバスク州ビスカヤ県ベルメオに属しており、バキオの町とベルメオの町の中間に位置する。島に向かう石段バスク語で、城を意味するコステルー、バスク語で、岩、または、岩山を意味する、いつが、 名称の由来であり、ゴステルガートックスは、白の岩山という意味を持つ。この地域のビスケー湾は、荒波が特徴である。波は絶えず岩勝ちの海岸を侵食し、岩のトンネルやアーチ、洞窟を形成する。ガステルガチ島の北東すぐ、町茶子岬の沖合には、バキオの自治体に属する、無人島の明智島があり、両島は、ビスカヤ県で、最も陸地が、 ビスケー湾に突き出た場所に位置する。アケチェ島は、海鳥の楽園であり、ガステルガチェと一体的に、生物保護区に指定されている。島内には9世紀、または10世紀に建造されたとされるサンフアンで、ガステルガチェ礼拝堂があり、先霊者ヨハネに捧げられている。この島が発見されたのは9世紀である、可能性があり、初めて文書で研究されたのは11世紀である。 ガステルガチェは戦略的重要性の高い場所にあるため、しばしば歴史上のエピソードに登場する。1334年にはアルフォンソ11世の軍隊が島を包囲したが、島を守る7人の騎手は1ヶ月以上にわたる包囲を耐え抜き、カスティーリャ君主は屈辱のうちに撤退した。著名な海賊であるフランシス・ドレイクが十六世紀末にビスケー湾岸を荒らした際には、 1593年に、この岬も征服して、修道院の資産を略奪した。さらにドレークは、ここに住んでいたイントン社を、岸壁から落としたとされる。1594年には、フランスラ・ロシェールのユグノーに攻撃され、礼拝堂は略奪された上に、管理人が殺害された。18世紀には、イギリス軍に襲撃された。1930年代後半の、 スペイン内戦中には、近くで、マチチャコ岬の海戦が行われた。1963年には、ギプスコア県の守護聖人であるベゴニアの聖母の像が、付近の海底に沈められた。2014年にアリアンツグローバルアシスタンスが、スペイン人に対して行った、自然が美しい観光名所の調査では、ソミエド自然公園やカボデガタイコールニハル、自然公園やラスメドゥラスを抑えて、 ガステルガチェが第一位となった。もっとも気候が穏やかで訪れるのに最適な季節は春季と秋季である。夏季には石段の両側にある岩がちなビーチで水に浸ることもでき、礼拝堂は観光客で混雑するため早朝か午後の遅い時間帯に訪れるのが良いとされる。冬季には礼拝堂が閉鎖される。ガステルガチェから見る6月や7月の夕焼けは 相関である。サンフアン礼拝堂の起源は謎に包まれているが、混流は9世紀に遡るとされる。1053年には、ビスカヤ領主のイニゴロペスによって、ウエスカ地方墓近郊にあるサンフアンデラペニャ、修道院に寄進された。道沿いや礼拝堂の敷地内からは、9世紀から12世紀にかけての埋葬物が発見されている。その後、 テンプル騎士団の女子修道院となったとされることもあるが2世紀後の14世紀には放棄されたとされる。現在見ることができる礼拝堂はオリジナルの建物ではなく何度か再建されている。その他にも何度か火災の被害に遭っている。1978年11月10日には火災によって建物が破壊されたが1980年6月24日に再建された。 礼拝堂は、バキオのサンペラージョ教区に属している。礼拝堂はンパ船から生き残った船員による、奉納物を収蔵している。礼拝堂に向かって、幅の狭く、ジグザグに曲がった石造りの小道が築かれている。本土から堅牢で傾斜がきつい石橋を渡り、200段以上と、される石段を登る。石段の段数は、ユスコガイドは241段。 ビルバオツーリスモやクッケンハイム美術館は231段、ミュージングプラネットは230段以上としており、ユスコディツーリスモは諸説あるとしている。石段を登り終えた場所には、簡単に手に取れる場所に金が置かれており、後に3回鐘を鳴らすと願い事が叶うという伝承がある。礼拝堂は、島の頂上部にあり、美しい景色を眺めることができる。 サンフアン礼拝堂の隣には小規模な避難小屋があり、訪れた人々は強風を避けて、ビスケー湾の景色を眺めることができる。ガステルガチェに、最も近い街はバキオであり、最も近い大きな街はベルメオである。ビスカイバスなどのバスは一年を通じて、ビルバオからバキオやベルメオに向かう便が出ているが、特に夏季には、本数が増加する。鉄道では、 バスク鉄道がビルバオからアモレビエタエチャノとゲルニカを経由してベルメオを終着駅とする路線を運行している。自動車ではビルバオから県道装備マイナス631号線などでゲルニカから県道装備マイナス2235線などで向かうことができる。ありがとうございます。